消失していく様子がわかりますね。糖分が出てるかな。澱粉水溶液をあまり濃くしない方がいいですね。水に溶けにくいので15度ぐらい冷ましちゃって、ちょっと慣れましたね。ヨウ素液を青紫色で、この片方にね、高地味をですか、一応成分調でね、4分の1砕いてで、かき混ぜてるうちにヨウ素澱粉反応が消失していく様子がわかりますね。胃腸薬の効果凄まじいということがわかります。タントールに活性分解されるんです。しばらくこうやって糖分を、ね、チェックするテスターで糖分が検出されてるってことがわかります。ちょっとスポッティングいいですね。若干、まあ、緑色っぽくなってると。でも糖分ね、時間経つと結構濃く出るみたいな。